学園西大通りは、筑波研究学園都市の都市計画道路である。都市計画道路の路線名は、研究学園都市計画道路3.23号学園西大通り線、及び、龍ヶ崎、牛久都市計画道路3.239号学園西大通り線。筑波研究学園都市の主要幹線道路として、整備された4から6車線の通りである。学園中央通り、 学園東大通り、土浦学園線、学園北大通り、学園南大通りとともに整然とした、格子状の幹線道路網を形成する。また、牛久市の牛久北部、東下根畜再開発の基軸道路としても、機能している。つくば市小野川春日までの区間において、研究施設、大学、ガソリンスタンドなど一部の施設を除き、道路沿いの施設に車が、 直接入ることはできず、脇道より侵入するような構造に一部制限されている。そのため、信号数を抑えることができた。北は、学園東大通りより分岐し、学園東大通りと 2km ほど離れて、平行に走り、筑波研究学園都市を抜けると、日立の牛久駅をアンダーパスでくぐり、網町実国で、道路は、途切れている。都市計画によれば、 阿町中央部方面へ延伸の予定であり、付近の住宅地造成工事と合わせ、現在も少しずつ延伸されている。古内交差点国土交通省系の研究機関、国立環境研究所、郊外研究所などが学園西尾通り沿いに,に所在している。また、学園東大通りとの間には、筑波大学筑波キャンパスや、 産業技術総合研究所などの各種研究機関があり、筑波エクスプレス、筑波駅がある筑波センター地区も含まれるなど、筑波研究学園都市の施設が集中している。西大通りの街路樹は、1975年から1982年にかけて植栽されたもので、自然と都市が調和する街として県内外より高い評価を受けており、その種類は次の通りである。 学園西洋通りを象徴するユリノキの街路樹は1995年から倒木や腰が目立ち始めたことがあり2000年7月に襲った台風3号の檻には強風で高さ20メートルのユリノキが倒れて学園西洋通りを全面通行を止めさせる被害が出た その後、茨城県土浦土木事務所が行った調査で、普及金の規制や植樹体の狭さが原因による、根腐れのため倒木や、腰死の危険があることが分かり、緊急対策として、国道354号以北のユリノキ81本が、伐採された。ありがとうございます。